こんにちは。マゾクマ教、妄想案。宝来岩を上から見るためには、村上薬師堂という場所に行く必要があります。村上薬師堂へは国道114号から県道306号に入り 1.8km くらい進みます。バイクで行けば、案内看板から3分ぐらいの場所にあります。ここら辺から、うっそうとした森の中に入っていきます。道が狭くなってくるので、大きな車だと、すれ違いに苦労しそうです。もし行かれる方は、この動画を参考に判断していただければ幸いです。どこだ？あら、舗装路だね。雨が降って地面がぬかるんでいて、舗装路がなくなるとやばそう。見えてきた。最後まで舗装路でよかった。阿武隈川は辰子山の地で深い峡谷を形成していますが、宝来岩はこの阿武隈渓谷の中にある景勝地です。宝来岩、こっから見えるのか。宝来とは古代中国の東方海上にあり、不老不死の戦略があると考えられていた場所です。おー、すげえ、かっこいい。めっちゃかっこいい。何これ、すげえじゃん。いい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ボタン、お願いします。スーパーサンクス、投げ銭を、お願いします。ご意見、ご感想を、お願いします。次回作に、ご期待ください。